皆さんこんにちは、のぺんです。ゴッドオブをやっていきますよ。さあ、ヨトゥーヘイム行くためにまた再び山頂へ登っています。さっきね、ここの空間の狭間にいる敵と戦ったんだけどね、もうボロッカスにやられて、ちょっとここを飛ばします。行くよアトレウス、我々は先を急ぐのだ。よし、はいはいはい、ナイス。さあ登るよん。はい丸、はい丸、はいオッケー。あー、もしかしたらバールドルとの戦いも近いんじゃないかなって思ってて、でもちょっと何か話してくれ。静かなのは苦手なんじゃ。あ、すいません、うん、邪魔しないで、集中してるの。アトレースはなんでもないです。アトレース何もしてないじゃないかって言おうとしてた。よし、さあ出てくるかな。さあそこにはね、かつてミーミルが捕らわれていたんだよね。そしてこれをまた燃やす。ほいほいほい、あの頃よりも確実に強くなっている私。もう少しじゃな。おい、やっとか。もはや怖いものなど何もない。はい、ヨトゥヘイムへの橋を開く。おい、ルーンを。よし、アトレス頼んだ。やってみ。さあ、波で撃って。あ、そうか、俺がごめんごめんごめん。結合点を見つける。ここだね。はい、そしてここだな。はい、でもう一個、ここだね。はいはい、おい、まだいる。ここか、ここだね。はい、ヨトゥーヘイム、いよいよだね。美しいじゃろう。わしも昔は。あ、危ない。やっぱりまたあったな。謎の男、オーディンの息子バルドル。ああ、さあ行け、橋を渡れ。アトレウス様、許さんぞ。バルドル構うな、やるならわしにしろってさ。わあ、ひどい。獲物はお前だと勘違いしてたが、自分だぜ。まさかガキの方だったとはな。わあ、自滅しやがって。そんな、門が壊れた。もう予兆ヘイムいけない。壊れたっていうか壊したんだよね、クレイトスが。なんて、てめえらは。ちょっとそれ、ウップ主も思ってるわ。どうぞ。止めはしねえぜ、坊や。ほら逃げろ。辛いことは父ちゃんに全部やってもらいな。いや、離してよ。冷静になれ。お前にはまだ無理だ。できる。ああ、なに。イカれてんのは俺の家族だけじゃねえ。親父の言う通りだな。お前はまだガキだ。まあとりあえずこれはお前が持ってる。ああ、待て。アトレス、おっと、
加減諦めろ。うんざりされた。いけ。もうほんとアトレウスに神様って教えるんじゃなかったわ。はい、 R1、 そしてカウンターもちょっと用意。えい、カウンターは、よし、あやーべえ、長押し、 R1 長押しでガード、よいしょ、L で右に傾け、あ、はい、よいしょ、こっちか、あー間違えた、逆だ、こっち、こっちね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 、はい、で、こっち右ね、はい、はい、カウンター、うい、わお前に騙されたらたまるか、痛い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 、やめて、お前を潰してやる、よいしょ、どうしてお前はそんなにしぶとい、いやいや、ほら、なるほど、痛い、ガードガード、あー逆だ、やめて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 、はい、あ、はい、はい、はい、ガードガードこいつ、はい、はい、うわ、そうか、私も殴れるんだった、はい、はい、うわー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 、もうワンサイドゲームじゃ、うわー、ナイス、アトレンスしっかりしろ、はい、いけいけ、はい、はい、はい、うわー、うわー、はい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 、うい、アトレンス起きろ、うわわわわわ、やめてください、やめて、ほら、あー、よし、わあ落ちてへんやんけ、わあ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 、ドラゴン痛い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 、これは痛い、ドラゴン、よし、あ、全然ウシじゃないわ、うーそ、おっと、よう着地できたわ、やばい、だいぶ体力削られちゃったな、しまった、橋を動かしたのはどいつだ、私です、答えろって、すいません、実はブロックは後で説明するから、遅く求められねえ、橋が開いたらアスガルツの全てがお前を潰しに来るぞ、これで終わりだ、まだだ、やむを得ん、うそ、橋を壊したのはお前かバルドル、てっきり俺が落ちたと衝撃で壊したかと思った、引くんだ、僕も戦う、手を離さねえとガキを殺すぞ、いいだな、おーっと、アトレス、追いかけ離して、アトレスをお願い、バルドル、おし、ナイス、わー、アトレス大丈夫、どこ、そこにいろ、どこどこ、いたいたいた、アトレースも結構丈夫だな、これから話すことを黙って聞け、今のお前は自分自身を見失っている、すぐ我を失い無謀で反抗的で抑えが効いておらん、
これ以上は許さんぞ。母親を思い、お前が歩んだ道を正すのだ。まだ遅くはない。話の続きは後でだ。お前のせいでここに落ちた。忘れるな。はい、達成。再び山頂へ。はい、トロフィーを獲得しました。ラウンド2。謎の男とのってことね。はい、ヘルヘイムからの脱出。はい、ヘルヘイムから脱出をする方法を見つける。怒られちゃったね。大丈夫大丈夫。時間が経てばクレイドスの機嫌も治るから。はい、行こう。アトレス。こっちか。いいね、ここが冥界。その中でも最悪の場所かもしれん。マジか。どこだ。あ、上か。船が見える。乗るのじゃ。テュールの神殿まではたどり着けないが、ひとまずここから出るのが先じゃ。そうやな。何千年もの間ここは橋の番人が守っておった。それをお前さんが倒してしまったからの。つけが回ってきたか。なんだ。あ、びっくりした。あ、だから、おら、お前か。出て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 。おら。おら。出て出て。ブレードオブカウス。出て出て。はい。おいおいおい。おら。はいはいはい。はい。おら。うわ、さあもう一匹いんな、確か。あ、気のせい、気のせいか。おい、今のはアトレウスのなんか心の声とかそんな感じ。あ、宝箱、よし。はい、銀のかけら。はい、よっこいしょと。さあ、こっちかな。おっと、はい、飛び越える。よし。さあ、アトレス、ついておいで。おっと、おい、ほら、ふい、いてててててしまった。はい、後ろからもいる、まさか。ほい、はい、来ますな。あ、あいつか。待て待て、こいつ、あいつだ。おい、ほら、おい、いたたたたた。ひー、おい、ナイス。おい、おい、おい。さあ、次あいつだ。なんだ、なんか変なの落としてきやがった、あいつ。おい、おい、おっと、おい、落ちろ。はい、回復。さあ、行くぞ行くぞ。久しぶりに動物さんを見よう。ヘルシャドウスカウト。ふむ。よし。あれは僕だ。どれ？あ、本当だ。僕たちは神でしょ。だから何でも好きにできる。見なくていい。俺も同じことを言った。てめえの母ちゃんをやる前に。あんなことしたなんて。この時僕すんごいびっくりしたからね。あの時の意識にとらわれるな、うん、先へ進むぞ、うん、めちゃくちゃ息飲んだからこの時。そう、次はどっちだ。とりあえずこの辺を荒らそう。こっちかな。
横。首を、今のは何だ。冥界には年寄りと病人の他に罪人も来る。拷問の幻を見せられる者たちと一緒くたにされとるんじゃ。どうすればいい。冥界を出る、今すぐにじゃ。僕はこんなの平気、ただの幻。そうなんだよね、あれも嘘。そうだ、だがいずれお前はああなる。あったのは僕のせい。だから僕が出口を見つける。私が見つける。お前は従うのだ。でも従うだけなんて。いいから従え、もう黙っていろ。ちょっと言うこと聞こうね、アトレウス。確かにこうなったのはアトレウスのせいではある。せかしたくないが急げ。分かっている。なんでミミルもイライラしてんの。はい、あれ、あ、次はこっちか。こっちの冥界の鍵をこっちに開けると。おい、ん、なんだ。あー、なるほど。はい、どこに風を満たすのかも。そういうことだね。あれ、どうすればいいんだ。あ、ちょっと分かってきた。まずこれをこうして、そしてリヴァイアさんだ。リヴァイアさん、リヴァイアさん、はい。でこれをこうして、で次はブレイズオブカオス。はい、そしてこうだ。よし、あ、わかった。はい、開けまーす。お、トラベラー久しぶりじゃねえか。おーおーおー、おいおいおい、うわ、なんだ。はい、えい、はい、なんか来るよ。はい、えい、は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 い、ふーん、アタック、はい、ほい、わー、わー、あ、間違えた。はい、これ、わー、くそ、ほい、はい、はい、はい、よいしょ、わー、いでてててて、よいしょ、わー、いた、わー、いでてててて、やめて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 、回復、ここにも回復。わあ、息子いないする。やめろやめろ。わあ、危ねえ。わあ、何回生きるんじゃ、わい。ほい。わあ、よし、ナイス。あ、いって。うわあ。おっと。うわあ、やめて、やめて。うわあ、何回攻撃してくる。はい。はい、はい。また。はい、オッケー、熱、私やつえんだよあいつ、いちいち。お、混沌の炎、やった、いただき。はい、じゃあ動物館開きましょう。ヘルトラベラー、このダッシュ攻撃は結構厄介だったな。さあ、ブレイズオブカオスに切り替える。はいはい。あー、あれ、星どうやったら取れる。ここ、こっち行けってことか。ん、なんだ。はい、で回復。あ、なるほど、こうして。え、誰、
敵かな。敵だねおい、来い。おい。おい。はい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 。おいおいおい。たわいもない。はい。そして、これを、こうして、あれ？違うな。ここかな？で、どうすればいいんだ？ちょっと一回ここ。どうすればいいかな。あー、ちょっと分かってきた。多分ここを、こうして、あ、しまったしまった。ここをこうして、で、ここをこうして、で、こう、オッケー、ナイス。で、回復、そして宝箱をゲッツ。さあ、手に入ったのは、あー、素材か。あ、仲いいだ。はい、来い。あー、なんか弓矢だけで倒しちゃった。すげえ。アトレスも強いな。さあ、先を急ごう。待って、え、あそこにバルドルがいる。どこ。あー、ほんとだ。何やってんだあいつ。はい、回ると。隠れている。聞いて、あんたにそんな権利はない。私の母親に当然ある。ないんだよ魔女め。この部屋の温度さえも感じられない。ごちそう、酒、女、全て消えた。でもこれからは一切痛みを感じずに済むのよ。あなたは死をも超越した存在。それとも死にたいの。喜びのない人生だぞ。そうさ、死んだ方がマシだ。さ、術を解いてくれ。無理よ。頼む、どうにかしてくれ。そうか、バルク、私を信じてちょうだい。いつか必ず分かる日が来るか。フライヤーの母親とは、なぜそれを黙っていた。これはうっかり言い忘れておった。嘘をつくな。あ、嘘じゃない。わざわざ隠しておく理由なんてないじゃろうが。
まず船だ。後で話を聞く。詳しくも。そうか、フレイヤーがバルドルのお母さんだったんだ。そしてバルドルが不死身なのはお母さんがそういう風にさせたからか。哀れな親子やな、ほんま。さあ、宝箱。ああ、素材。よし、まあ素材が手に入ったとこで、ところでね、今回はここまでにしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のぺんでした。さよならー。